どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今回ですけども、横浜関内駅近くにある味の時計台横浜関内店さんに来ております。こちらですね、激辛、味噌ラーメンが楽しめるということで今回参りました。でね、早速こう見るとね、登別地獄谷激辛味噌ラーメンということで、こちらも今回もですね、辛さレベルが選べるということで、いいんですけども、こちらですね、地獄谷激辛1丁目、そして死神3丁目、大魔王7丁目ということで、この3丁目と7丁目に関しては誓約書付きのチャレンジになります。はい、で、お店の方に聞きますと、7丁目に関してはね、今までスープを飲んだ方は、見たことないということで、前人未到の、スープ簡易チャレンジをしたいかなと思います。今日はやばい戦いになるかなと思います。なんといってもね、世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたキャロライナリーパー、こちらの方を、使用しております。辛さの値を示す、スコビル値に換算しますとマックス220万スコビルということで、とんでもない辛さだということなので、今日は気合を入れてやっていきましょう。行った人の感想をちょっとチェックしたいかなと思います。同意書を書いて、味の時計台登別地獄谷激辛3丁目地獄に落ちました。ラッシーがないと食べれない。確かにね、激辛チャレンジの時はね、あらかじめ乳製品を取ってお腹を保護するといいかもしれないですけど、本当にこれはヤバそうな感じがします。そして2人目、やっとお腹治ってきたけど仕事大変だった。昨夜寄ったと味の時計台で私食べた激辛ラーメンのせいです。これ誓約書マジで書かされたし、蒙古タンメン仲間との五目タンメンより辛かったので、チャレンジする方は注意だよと。はい、まあ使ってる唐辛子からしてね、もう本当そこら辺のなんか一味唐辛子がそういったレベルの、本当にもう格の違うレベルなんでね。しかもなおかつ今回大魔王7丁目ということなので、本当にね、熾烈な死闘を繰り広げるかなと思います。それでいきましょう。レッツゴー。あー来たー、7丁目。いただきます。さあ、味の時計台さんの地獄谷閻魔大魔王7丁目、お手並み拝見ですよ。さあ、どんなものか。じゃあちょっとスープいきますね。目からくるね、速攻性抜群だ。これはやばい。若干このキャロライナリーパー特有のね、苦味が。これはやばいやつだ。そしてこのチャーシュー、あ、チャーシュー美味しいわ。喋れない。これはやばい。喋れない、マジで。
間が経てば経つほどこれねやばいですね。もう辛さがもう胃袋が熱くなってきました。これはやばい。麺と具材は終わったところなんですけど、残りスープですよ。これスープはマジで危険だ。ちょっと身を清めるためにここで初めて水を飲みたいと思います。飲み干して男になるんだ。耐えろ。耐えるんだ。耐えるんだ。よし、行くぞ。死ぬぞ。生き地獄だ。こんなの生き地獄だ。あとちょっとが、あとちょっとが遠く感じない。これはいいですね。それでは辛さレベルの発表していきましょう。味の時計台、横浜関内店さんの地獄谷閻魔大魔王7丁目辛さレベル9です。9です。いやー本当にねマジで本当に塩かと思いましたけども、お腹の中が熱くなってまいりました。やはりねこの世界一辛い、ギネスにね過去登録されたギョラリーバー、こちらを使用しただけあって本当に強烈な、辛いメニューでした。挑戦する前にね、こう牛乳とかヨーグルトとか、ね、そういった乳製品をね事前にこうお腹に入れて、唐辛子の香辛料に、ね、刺激からお腹を保護してから、
チャレンジすることをお勧めいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、あ、ツイッター等々更新してますので、更新の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。高倉健一です。はい、高倉健の健闘萩原健一の健一をいただきました。誰だお前誰だお前。あの近い将来、はい、俳優でデビューします、ね、なるほど、俳優の卵さんと、ね、卵みたいな話しますか、あ、違うぜ。っていう感じで、あのなんか和気あいあいとした、あのちょっと地元密着型のこうラーメン屋さん、ぜひ、寄ってみてはいかがでしょうか。はい、あとね、ちょっとこの後の、ちょっとね、食べ終わった様子はね、サブチャンネルの方で流してますので、ぜひ、確認の方よろしくお願いします。ちょっとね、あの激辛マニアチックなお話とか今後ちょっとしていければなと思います。はい、それでは、はい。